国賓として来日中のフランス大統領夫妻を皇居に迎え歓迎行事が行われました。午前9時半ごろ、皇居宮殿の東庭でフランス・オランド大統領夫妻の歓迎行事が行われ、天皇皇后両陛下や皇太子様らが参列されました。その後、両陛下は宮殿竹の間で大統領夫妻と会見されました。宮内庁によりますと、陛下は大統領に対し、両国間の相互理解と協力がさらに進むことを希望しますと述べられたということです。また環境問題に積極的に取り組む日本の姿勢が話題となり、陛下は小さなことでも心がけることが大事で、これによってみんなの生活が快適になりますと話されたということです。